こんにちは。ハフィントンポスト日本版の編集主幹の長野智子です。こんにちは。新しく編集長になる竹下隆一郎です。はい、今回ですね、ハフィントンポスト日本版は3代目の編集長を迎えました。今日はどういう人なのかということで、はい、ちょっと私からインタビューをさせていただこうと思うんです。お願いします。はい、朝日新聞の時には経済の記者をやってて、はいはい、 でその後にメディアラボでいろんなこうスタートアップみたいなことをいろいろされたのかな。はい、ね、そうです。それでスタンフォードで研究されたんですよね。はい、で私が一番やっぱりね、はい、聞きたいのは、はい、今回ですね、はい、朝日新聞の社員だったのを辞めて、はいはい、ハーフポスト日本版の編集長になったというこのですね、はい、決断、はい、どうしてそういうことをされたんですか。いろんな人に影響されちゃったっていうのがあるんですね。例えば今バズフィードには古田大輔さんという編集長がいるんですけど、彼は朝日新聞を辞めてバズフィードっていう新しいアメリカのメディアの編集長になって、でその前に佐々木則彦さんという人が新しい経済メディアのニュースピックスの編集長になったんですけど、古いメディアを抜け出して新しいメディアでチャレンジしている人を見てるとうずうずしてきちゃって。古いメディアって言っちゃうんですか。あ、すごい伝統ある由緒正しきメディア。いやいや、すごいあえてその愛しているところを抜けて、うん、チャレンジしたいっていうふうに思ったんですね。結婚してるんですか。結婚してます。はい、はい、子供います。あ、子供もいるの。はい、8歳。子供にもちゃんと説明しましたし、はい、今の若い人にとってね、はい、この年代の人にとっては、それが普通なんでしょう。はい、だけど、ちょっと年代が上になると、はい、その大企業でずっと勤め上げた方が安定してるし、福利厚生もいいし、はい、なるほど、するなっていう年代の方も多分いらっしゃいますよね。そうですね。僕が辞めるって分かった時に、30代の人は、これから何するのって言ったんですね。でも、50代以上の人は、なんで辞めたの、何かあったのって言うんですよ。釈明に追われるというか、会話が始まらないんですね。だからそこで、いかにマインドがもうずれてるかっていうのは分かりました。断絶があるような気がします。私こう言ってもフジテレビ6年弱で辞めたんで。そうですよね。いや、さっきからずっと心の中でお前がなって思ってるんですけど。いや、その気持ちはすごくお前がって、はいはい、すいません、失礼します。編集長に決まる前ね、はい、ハフィントンポストはどういうメディアだっていうふうに見てました。僕新聞撮ってなかったんですね。毎日スマートフォンばっか見てたんですよ。多分これご覧になってる人も結構 Facebook にハフィントンポストの記事って出てくると思うんですけど、すごいなと。でニュースって僕朝とか昼に見て、その日に話題になって初めて生きてくるものだと思うんですね。で新聞は読まれなくなったけど、ハフィントンポストの記事は読んで、そこから会話が生まれるっていうのはすごいメディアだなと思ってました。もっとこうすればいいのにっていうのは思ってました。そうですね。この前ニューヨーク行って、アリアナ・ハフィントンって言って、ハフィントンポストを作った女性の、政治家兼文化人兼作家がいるんですけど、彼女が言ってたのは、ファッツワーキングって言って、何がうまくいってるかと。今までのメディアっていうのは問題点ばっかり指摘してきたけど、こんなことがうまくいってるよとか、こんな解決策があるよっていうのをもっと取り上げてほしいとおっしゃってて、ベンチャー企業を立ち上げた人とか NPO とか、学生さんとか若者とかがこうやってうまくいきましたみたいなのをもっと発信できたらなと思いますね。なんか出し物が、これ知ってますかね。あ、これってもしかして 3D で、これこの度ハフィントンポストを買収したライオットっていう会社なんですけど、はい、こうやってスマホを立ち上げて、こういうふうにこの中にこうやって入れるんですね。こうやって見てみると、何が見えるんだろう。デモとか、普段行けないようなところ、海の底とか、こういう 3D 撮ってこれで見せるみたいな、とかもハフィントンポストはグローバルでやっていくことしてるんで、自らが現場に立ってるような形 でニュースを体感するっていうような試みを今やろうとしてる。ね、あとはFacebook ライブとか、Facebook 上で生中継をやってみるとか、あとスナップチャットって今アメリカで流行っているチャットアプリとかやってみたりとか。ズバリこう理念というか、竹下さんが編集長になって、ハフィントンポスト、こんなメディアにしたいっていう、なんかこう言うとどんな感じですか。やっぱり少数意見を大事にしたいと。少数意見が日本を変えるし、少数意見が世界を動かしていくと思うんですね。なんかテーマがあったら、いや違うことを言ってる人は誰だろうとか、今までと違う方法で報じようとしている、ニュースを伝えようとしている誰だっていうのを伝えたい、あるいはこっちがそうなりたいんですね。他のメディアととにかく違う切り口、違う視点っていうのをやっていきたいなと思います。例えばハフィントンポストブログっていうのがあるので、そういったブログを受け入れてますし、あるいは今まで行かなかったような取材現場とか、ネットからいろんな情報を拾ったりしてきますので、ぜひ読者の皆さんと一緒に本当に面白いことやっていきたいなと思います。今後も私が編集主幹として、そして竹下さんが編集長として、編集長です、
ますます皆さんの期待に添える、はい、あるいはびっくりさせる、びっくりさせますね、はい、メディアになりたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。